突然ですが、私にはお兄ちゃんがいます。いえ、7年前にお兄ちゃんがやってきたのです。今でこそ一人前の私ですが、その頃の私はまだピヨピヨの子供だったので、敬意とやらはよく知りません。でもお兄ちゃんはお兄ちゃんなのです。無口だけどほんわかしていて、お父さんにもお母さんにも頼りにされていて、私が植木鉢を割ったり、道場の床磨きに車のワックスを使ったり、夏休みの宿題を溜め込んでもやれやれと肩をすくめて手伝ってくれる、そんな流れる水のように自然で優しいお兄ちゃんでした。なのに。それじゃあ行ってきます。お母さんも元気で。あ、その日お兄ちゃんはとても早起きをして、荷物をまとめてお母さんに挨拶をしていました。参ったな、みやこちゃん。今日は早起きだね。これから遠野の家に戻るんだ。なんでか今さら呼び戻されてね。今までありがとう。これからも元気で。ああ、でも道場ではほどほどに。建物も傷んできている。あんまり無茶な使い方はしないように。お兄ちゃんはそう言ってあっさり行ってしまいました。そんなに嫌なら行かなきゃいいじゃん、とか、お兄ちゃんはみやこのお兄ちゃんなのに、とか、全力で止めたかったのに、いつも通り緊張して声が出ませんでした。私はお兄ちゃんを前にすると喉が詰まってうまく話せません。大丈夫、大人になればちゃんと話せるようになるんだから、なんて。ずっとお兄ちゃんがうちにいてくれると甘えていたツケが回ってきたのです。お兄ちゃん行っちゃった。でも仕方のないことなのです。遠野の命令には逆らえないと。お父さんも。シンキングタイム。本当にそれでいいのかにゃ。まともな妹アピールもできずに敗北者になった。ビーム一つ打てないガール。何者だお前。あ、さては噂の吸血鬼泥棒だな。ノータイムで猫と吸血鬼をつなげて考えるのはよせ。あたしでさえその発想力にめまいがする。うるさい、やっつけてやる。今の私はめっちゃ凶暴だかね。だから待てって。有馬美也、有馬家の一人娘、血液型O型、身長131cm、体重35kg、筋力 C、 耐久 C、 B 小 B、 魔力 E、 幸運 A、 アークドライブ C。 小学生でありながら中国武術をたしなむ違いのわかるガール。で、間違いはないかにゃ。あ、パラメーターは猫独自の解釈ですので、他作品と混同しないようお願いします。パラメーターよくわかんないけど、それ以外は合ってる。おい、なんでそんなこと知ってるの、猫。それは私がお前自身だから。私はお前の中にある猫的なものの集合体、心の声、すなわちマインドキャット。マインドキャット。そっか、やっぱりお兄ちゃんを遠野家に行かせちゃダメなんだ。よし、悪い偽物の妹からお兄ちゃんを力ずくで取り戻すぞ。そう、お前が本当にしたいこと、するべきことを教える Wi-Fi スポットのような存在。ってもういねえよあのシスター。大丈夫、物分かり早すぎるにも程が似合い。
へえ、面白そう。オープンユアマジックサーキット。ハッバイ。やっはっ。いくよ。よいしょ。やっいい加減に。やっはっ。は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 っはっ。まだまだ。うん。サウンド。だよ。いくわ。こんなやつ。キャッ。はっ。やっはっ。はっはっ。やっはっ。キャッ。やっはっ。まだまだ。うん。邪魔。やっはっ。たまにはまらないよ。バイブ。いくよ。受けないで。やっはやったわ。おしまい。甘く見てた。やっはっはっは。まだまだ。それで。簡潔に済ませよう。オープンユアマジックサーキット。バイク。はい、俺の番か。はい、打ち込む。やっはっ。俺の番か。はっはっ。いくよ。はっはっ。こまえだ。たまっ。くらえ。やっはっ。飛んでけ。はっはっ。はっはっ。危ないよ。やっはっ。やっはっ。おそい。まだまだ。やっはっ。はっはっ。そうだろ、おい。どうだ、ユーリン。やるじゃないか、焼きがいがある。バチやっは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 っ。いくよ。ふっふっ。やややや。はっ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 。飛んでけ。ふっふっ。警報。まだまだ。やっはっ。エリアハン。いくよ。ふっふっ。まだまだ。ふっふっ。やっはっ。そりゃに近づいているのであった。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかおかしい、おかしいよね。なんか会う人会う人知らない人ばっかりで、挨拶もなしで襲いかかってくるし、私がカンフーの達人でなかったらとっくに刑事事件だよ。私は遠野のお屋敷に行ってお兄ちゃんを閉じ込める悪い妹をやっつけたいだけなのに。ほほう、それはなかなか興味深いお話ですね。あ、空から黒いのが降ってきた。また私の邪魔をしに来たの。驚かせたのならごめんなさい。大丈夫、私は町の治安を守る正義のシスター、あなたの味方ですよ、有馬美也子さん。
その武術、八極拳ですね。よく練られたコンフーでした。あ、この人、いい人だ。八極拳だって見抜いてるし。私のことは、親切なメガネの先輩と覚えていただければ、お兄さんにもそのように伝えていただけると助かります。それで何か困ったことはありませんか？私でよければご教授しますが。あの初めて来た町だから迷子になっちゃって、遠野のお屋敷へはどうすれば行けるでしょうか？駅前から30分ほど徒歩で移動した先にあるあの小高い丘の上ですよ。それと妹さんの名前は遠野明葉さんです。玄関で用向きを言うときにお使いください。明葉、うわぁ、こんな悪そうな名前聞いたことない。ありがとうございます、シスター先輩。よし、頑張るぞ。あ、その前に少しだけおせっかいを。今のままでは秋葉さんには勝てません。あなたの八極拳には思い切りが足りないようですから、ここで一つ私が教授してあげましょう。特訓だ。旅先の特訓イベント来た。なんかすっごく剣士っぽい。オープンユアマジックサーキット、バイハッ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 。期待しないでね。オープンユアマジックサーキット、バイク、はい、飛んでけ、はい、よいしょ、はっ、おとなしくしてね、こんやろ、はっ、はい、はい、飛んでけ、しけよるな、うっさい、こんやろ、刻んであげる、うっさい、そこはこんやろ、はっ、行くよ、はっ、けよ、うんしゃ、はっ、タイムはマジックサッキバイク、やられろ、まだまだだよ、よし、ダウザーはっ、せーの、はい、年間隊Yeah!
私の勝ち。てゃそりゃイエーイ。どうだ参ったか。八極拳は二の内いらずだい。私の八極拳受けてみろ。お掃除開始します。オープンユアマジックサーキットファイト。はっはっはっ、いくよ。こっちの番だ。結構えた。私を怒りました。やった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 。サウナサウナサウナ、失礼します。上でサウナ卵返し。そこまでです。サウナ行きます。まだまだ危険危険、行きます。さすがにあなたを結局ジムライブ。チキ様やあ。ユービン、タイムはマジックサーキット。バイト。お待ちください。ダウザー、あなたをリベンジです。いくよ。失礼、足がかに戻ります。いくよ。あなたを止めます。さすがに、いくよ。さすがに腕まくり、くらえ。さすがに、さすがに腕まくりです。ふう、汗かいちゃった。うん、今日は疲れたからおやすみ。おやすみ。の成果見せてあげる。どんなお薬がお好みですか。オープンユアマジックサーキット。よっ、ファイト。いくよ。もし警報。はい、はっ、はっ、いけ。はい、はっ、いくよ。よいしょ。はっ、へっちゃら出た。カウター。えっと、こっちへ切りました。料理して差し上げます。どれ。まだまだ。不思議、
私の討論強くなってる？昨日まではできなかったことが今日できるようになっている。そっか、成長期ってやつだ。連れて帰っていい？ありがとう、とっかく
躍でお兄ちゃんが帰ってきたのです。ありがとう、みやこちゃん。一人でよく頑張ったね。悪い妹に捕まった時はどうなることかと思ったけど、みやこちゃんのおかげで戻ってこれたよ。やっぱり有馬の家が一番いいな。もちろんみやこちゃんがいてこそだけどね。それじゃあお兄ちゃんはそこで見ていてね。私、新しい航路を覚えたんだ。今まで見てもらえなかった分、ご指導ご鞭撻のほどお願いします。俺でよければ。ああ、でも水分補給はしっかりするんだぞ。頑張りすぎて体を壊したら元も子もないからね。はい、分かってます。大丈夫大丈夫。一日の冒険の成果かな。いろんな人と組手をしたおかげでお兄ちゃん限定の緊張癖は解消された。道場もリフォームしたし、お兄ちゃんの貧血も治ったみたいだし、もう怖いことは何にもなし。私の毎日はすっごくご機嫌なのでした。また一緒に遊んでくれると嬉しいな。